鼻のセンスは上達します。はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。最初に、ね、冒頭で鼻のセンスは上達すると申しましたが、これはね、こう例えば自分でね、花束やとかアレンジとか、もちろん生け花もそうですけれども、下手だと思ってしまっている方、それからですね、こう頭が誰かにね、こう言われた、お前は下手だとかって言われてしまったという方、結構ね、これね、お花のことって傷ついたりする人が多いんですけれども、それね、全然傷つく必要はありません。まさにこう、例えばね、どっかのね、こうスクールにこれから学生で通いたいとかっていうんであれば、できればね、そのね、なんだろう、自分の個性をね、大事にしてもらいたいんですね。というのが、大体のスクールがこう作るものがあって、そのものをこう作らせる方法でこうレッスンをしていくんですけれども、要するにこう出来上がりがあって、その出来上がりに向かってみんなでこうアレンジしていくっていう方法があるんですけれども、うちの絵のフラワーデザインスクールでは、そういう方法は取りません。っていうのが、その方法をしてしまうと、割と上達が途中で止まるというか、その見本がその人の個性と合ってない場合があるんですね。その時が結構悲惨な結果を生んでしまうんですね。結構この形はできてるけど理解しないで帰ってるっていうレッスンをずっと続けていくことになるので、全然上達がしないんです。うちの絵のフラワーデザインスクールでは、一番最初に自由に生けてもらいます。この自由に生けてもらうっていうのは、結構理由があって、あんまり僕は言わないんですけど、その理由っていうのが、その自由に生けさせることによって、その人の中にある、僕の中にはね、3本の軸があるんですけれども、縦型と横型と円型っていうね、3本の軸があるんですけれども、その軸のどこにね、その人の癖が当てはまるかっていうのを見極めます。そしてその得意なね、その軸からお花は教えていきます。大体のスクールがこのラウンドっていって丸型からね、お花を教えていってしまうところが多いようですが、はっきり言って日本人は丸型がすごく下手なので、下手な人種なんですよ、実は。丸いもの作れない人種なんですね、実は。なので、その本当のその人個人の持ってる得意なパターンというか形、を見極めて、そこからレッスンをしていきます。で、そうするとね、何が起こるかというと、ものすごい上達します。ですから、うち例えば10人生徒さんがいたら、10人違うことを言います。いきなりこう、まあ、突き放すんじゃないですけど、いきなりアレンジはもうね、ある程度立ってくればもう作らせますので、それでそれに対しての手直しとか、アドバイスをしているような状態になってますね。っていうのが、自分でね、こう物事を考える力っていうのはすごくお花では大事です。あと、お花をね、こうチョイス、要するにお花の組み合わせを自分で考えるということも大事なんです。ただ今までこう出来上がりがあって、それに向かっていくレッスンでは、その2つの重要なことが全く無視されてますね。まず花材は選ばれている、だから自分で選びようがない。それで自分で考えるということはしないですね。もうできているものがあるんで、そこに向かってしまうんで、自分の考えはありません。ですから、お花の2大要素ですね、上手くなる2大要素を全くしないでレッスンを続けていくわけです。それをしないで上達するわけがないんですね。ですから、うちのレッスン方法でははっきり言って、もう 1,2 ヶ月でぐんとこうレベルはアップします。早い人はもう数回でアップしますね。ですから、数回、1回でアップします。ですからね、もしどこか他のスクールで、あなたこうした方がいいとか、ああした方がいいって言われたことが、ちょっと自分の考えてることと違うなと思ったりとかしたら、それは絶対にもうそのスクールは合わないんで、ぜひうちに来てください。うちのスクール全国にありますんで、うちのスクールどこにでもいいんで駆け込んでください。そうすると、その自分のね、スタイルに合ったアレンジメント、お花を見つけることができて、
壁に当たることなくどんどん上達しています。で今日はですね、結構シンプルな動画ですけど、これをこうなんかね、結構間違って選んでしまってる、スクールを選んでしまってる方が多いので、これを早く言いたくて1本動画を作りました。ではですね、ぜひ、まあ、下にもうちのスクールのリンクも貼っておきますので、それからまあね、僕に連絡、悩んでる方は僕に連絡をくださっても大丈夫ですので、ぜひ迷わずこう うまく自分が上達する方法を選んで、どんどんお花を好きになっていってください。それでは今日のレッスンの中でですね、お話をこれで終わりたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.